ジビロボール。中村選手のキックが決まりました。アダユトンのヘディングシュート、ジュビロ先制。リーグ3試合目にしてようやく初ゴールが生まれました。ジュビロ磐田、決めたのはアダユトン。中村俊輔のボールをヘディングで決めました。後半の7分、先制をしたのはジュビロ磐田です。スローインから、スローインからだったですね。中村俊輔の左足、ニアサイドでアダユトンです。いいボール、速いボールが入りましたし、アダユトンもうまくコース変えましたね。このスピードでここで変化する形になると、なかなかゴールキーパー反応できないですよね。林の手の随分先を越えていきました。見事なボール、そして見